早速、ハイパーレジャーミートアップ東京を開始させていただきたいなというふうに思います。改めまして、私、Linux ファンデーションの福安と申します。本日、このハイパーレジャーミートアップ東京の、司会進行を務めさせていただきますので、よろしくお願いします。ではですね、まずですが、本日のスケジュールをご紹介したいなと思います。まずですね、今から、最初は私の方でこう10分程度、こんな10分もいらないですけども、お時間いただいて、ちょっと、本日の流れを説明させていただき、その後ですね、6時10分から、6時50分まで40分間、ブロックチェーンの実用化に向けたネットワークスケーリングということで、アクセンチュア の, あのセベカリシタルさんの方から講演をいただきます。でその後、休憩など挟まずに、6時50分から、7時30分まで、ハイパーレッジャーファブリック向け非中央集権型システム運用ツールということで、日立製作所の、佐藤達也さんの方から、ご講演いただきます。で最後に、7時30分から8時10分まで、ハイパーレッジャーカクテスの、V0.0 のリリースの概要だとか、今後の開発方針に関して、富士通の、竹内拓真さんの方から、ご紹介いただきます。でこんな流れで本日、進めていきたいなというふうに思います。で、皆さんもう何度も、このミートアップに参加されているので、流れはよくご存知だと思いますけれども、改めて、もしねひょっとしたら初めて参加される方がいらっしゃるかもしれませんので、改めて、ちょっとね進め方を進めあの、ね、ご紹介したいなと思いますけれども、基本的にはミートアップ開催中参加者の皆さんから随時質問をお受けいたします。で質問は、Zoom の画面にある Q&A ボタンですね、こちらの方に、お願いします。で、同じ質問が被ることをちょっと避けるために、もし質問が出てそれにこう、自分もこれ聞きたかったと思う方はこのいいねボタンをぜひ押していただきたいなと思います。で、質問が多数来た場合、このいいねボタンが多いものから、講演者に対して回答いただきたいと思っています。で、時間内にさばききれなかった質問に関しては、後日、ハイパーレジャー東京のミートアップのページのディスカッション、フォーラムの部分があると思うんですけども、そこで回答していきたいというふうに思います。で、途中というか、このすぐ後でですね、アンケートも取らせていただきますので、ぜひご協力いただきたいなと思います。で、あと、本日はハイパーレッジャー東京ミートアップということで、東京時間で、ハイパーレッジャーミートアップ開催してるんですけども、今後、今予定されている中では、この3つのハイパーレッジャー東京ミートアップがあります。1つがハイパーレッジャー、デンバーですね。アメリカのデンバー、コロラド州のデンバーに、デンバー時間で開催されます。それからもう一つがハイパーレッジャーのマドリッド、スペインですね、スペイン。で、それから、6月に入るとハイパーレッジャーブダペストということでヨーロッパ時間で、開催されます。で、詳しくは、ハイパーレッジャーのウィキに、今後開催されるミートアップがありますので、日本でのそのコンテンツ以外の、海外でのその事例だとか、海外での企業のその、取り組みなんかが紹介されると思いますので、ご関心がある方はぜひご覧になっていただけると良いかなと思います。で、皆さんね、ハイパーレッジャーに関心があるということで、本日お集まりいただいているかと思いますけれども、もしこの中で、ぜひそのハイパーレッジャー、いわゆるこうエンジニアリングの部分をもっともっと学んでみたいと。で、自分でそのハイパーレッジャーを、特にファブリックですね。ファブリックを運用管理したいだとか、ファブリックの開発をしたいという方向けに、トレーニングおよび認定試験を、私たちの方で用意してますので、ぜひ、もし関心がある方はこの、認定試験および、トレーニング受講していただきたいなと思います。でちなみにハイパーレッジャーファブリックの認定試験ですね、この、右上に書いてある、CHFA サーティファイドハイパーレッジャーファブリックアドミニストレーターという認定試験は、これを、企業の中で3人持っていて、かつハイパーレッジャーのメンバーであれば、いわゆるその、その企業がハイパーレッジャーのサーティファイドサービスプロバイダーと認定される、チャンスが生まれてきますので、もし そっちの方向に、関心を持たれている、方、企業さんいらっしゃいましたら、ぜひ、トライしていただけると、良いかなと思います。これですね。ちょっとたくさんのトレーニングコースのスライドありますけど。
で、以上で私の方からの前振りは終わりで、ぜひあのミートアップ、エンジョイしていただきたいんですけども、実際始める前にちょっと、アンケートを取りたいなというふうに思います。で、今、ちょっと待ってね。まずですね、どこから参加されてるか、ちょっとあのぜひ皆さんに伺いたいなというふうに思います。ぜひアンケート、できれば30秒ぐらいで皆さんお答えいただけると、非常に嬉しいです。大体いつもほとんどあの関東地区なんですけども、もともとこのバーチャルのウェビナーシリーズを立ち上げたときは、リアルには来れない関西だとか、中部の方がたくさん集まってくださるんじゃないかなというふうに期待を込めてこの、オンラインセミナーを立ち上げたわけなんですけども、結局ほとんどが関東であるというのが毎回の、傾向なんですけども、今回はどうかなというところですね。いかがでしょうか。あと10秒ぐらい待ちますので、ぜひまだ回答まだな方はご回答いただけると助かります。はい、じゃあちょっとこれで。で、これ今回の結果ですね。今回もご多分に思われず、ほとんど皆さん関東からご参加と。でも、あと九州、沖縄からもね、2名ご参加いただいてるということでね、非常にこう嬉しいですね。で、ちょっとこれ共有停止で。で、アンケート2。はい、ハイパーレッジャーをすでに製品サービスで使い始めていますか？この質問ぜひ皆さんにお答えいただけると嬉しいなと思います。あと10秒ぐらい待ちますね。はい、ではちょっと投票を締め切ります。こういう結果になりました。すでに使用しているが19名で 48%、 半分ぐらいがもう使用されている状況で、で使用に向けて準備されているのが20%、合わせて大体7割ぐらいが製品に使用しているもしくは使用に向けて準備中であるということですね。これは素晴らしいですね。ということで、皆さん今積極的に取り組まれているハイパーレッジャーに関して、今からスピーカーも各スピーカーの方にディープダイビングしていただきますので、ぜひ今日のイベントをお楽しみいただければなと思います。それではですね、最初のスピーカーであるシタルさんにバトンをタッチしていきたいと思います。それではシタルさん、よろしくお願いします。福谷さん、ありがとうございます。皆さんこんばんは、よろしくお願いします。ちょっと画面共有します。では早速ですけれども、本日よろしくお願いします。Linux Foundation ハイパーレッジャー東京ミートアップに、お世話になるのは3回目になりますけれども、今日ももしかしたら初めましての方もいらっしゃると思いますので、簡単に自己紹介させていただきます。アクセンチャーのシタルと申します。今まずアクセンチャー入ったのは2019年の7月という、そんなに長い日ではないんですけれども、その日本に来たのは、初めて来たのは2005年というところで、最初はテクニカルサポートエンジニアとして金融系の会社で働いていたんですけれども、日本国内でもリーマンショックというところが発生して、一時期大変な状況でしたけれども、インドに戻って、その後戻ってきたのはまた2010年です。でその後ずっと金融系の案件、オフショア開発という形で実施していて、大きいプロジェクト、難易度の高いプロジェクトなどはオフショアチームをうまく活用して、デリバリーをするというようなことをやってきましたと。で15年あたりで、ブロックチェーン、AI、チャットボットなどデジタルトランスフォーメーションというところに注目し始めて、社内でも少し新しいことをしていかないと、オフショア開発っていうのがたくさんオプションも増えてきましたので、中国だったりフィリピンだったりミャンマーとか
日本の企業もどんどんオフショア開発の拠点が増えていっていたので、まあ、インドで、ちょっと技術カットで、ちょっとその競争を上げていきたいということで、最初は自分入れて2名という形でしたけれども、オフショアで、ブロックチェーンの COE を立ち上げて、私その会社から抜けた時には25名プラスアルファのチームが立ち上がって、まあ、日本もそうですけれども、グループ会社経由でスペインだったり、ジャーマニーだったり、ヨーロッパ、アメリカあたりでもプロジェクトを実施していってきたというところですね。アクセンチャー入ってからですけれども、主に、アクセンチャーもグローバルブロックチェーンチームはご存知の方もいらっしゃると思いますけれども、いろいろやっていた、やらせていただいていて、そこの架け橋というか、グローバル側の、知見だったり、経験だったり、それを持ってきて日本のお客様を支援させていただくというような形でブロックチェーン SME として活動しております。で、余談ですけれども、ホビーとしては、食べること、しゃべること、トラベルは今できない。で、トラベルできないし、ここ1年半近くずっと在宅ですので、しゃべることもなかなか実質会議以外はできない状況なんですけれども、最近ちょっとハマってるのはクラブハウスでして、ちょうど昨日ももう一日中会議して、家から一歩も出てないっていうことに気づいて、9時過ぎに、クラブハウス、もうなんか適当に部屋入って、外散歩に出たら、サイエンスクラブ、サイエンスというクラブたまたま参加して、なんか話を聞いてたら、 NASA で、外国人として直接雇われてるっていう、すごい稀なケースで、日本人の方がそこに入ってるっていう話を聞いて、でそこで X 線とか宇宙とかの話、すごく夢中になって、気がついたらもう結構 5キロ先まで歩いていて、帰るのが嫌になっちゃったという状況でしたけれども、それはちょっと余談になりますけれども、今クラブハウスハマってるっていうところで、ちょっと直近でできたら、ちょっとブロックチェーンについても、全く会社とかそういうあれが縛りなしで、なんか部屋を作って、こうフランクなディスカッションできればと思っていますので、ご興味ある方はぜひリンクディンなどにつないで、いただければ、そこら辺もいろいろ話できればなと思っています。今日の話題メインのところが、どういった課題があって、ソリューションとして何ができるかというところと、あと、BAF ブロックチェーンオートメーションフレームワークの、アーキテクチャを、ざっくり、説明できればと思っております。課題ですね、今日確かに、先ほどアンケート取られて、ハイパーレジャーもすでに使ってるが19名の方がいらっしゃったかと思います。そして検討してる、あるいは準備しているという方が1名いらっしゃいますと。で、多分すでに、使っていらっしゃる方は経験されているところもあるかと思いますけれども、一旦もうそのブロックチェーンというブームがこうバーッときて、POC をたくさん実施している会社さんもいらっしゃいましたけれども、今若干その、落ち着いているというか、その谷に、向かっている部分もありますけれども、それは何かというと、結構もう真面目に真剣に、プロダクションのところを考えていて、そこの課題を解決している会社さんがたくさんいらっしゃると思いますと。で、そこで、問題発生している問題というか、課題になっているところは何かというのが少しまとめていますけれども、そもそものところでは、リユースできるアセットとかトゥールは非常に少ない。ブロックチェーンまだ進化している技術というところもありますけれども、なかなかリユースできるところが少なくて、それぞれの会社さんはじゃあやりますって言ったときに、一からもうリインベンションオフトウィールみたいな形で、全員初めてやってるという部分が多いのかなと思いますと。で、いまだにちょっと DLT ソリューション自体はこう作るというところが、
まだまだお金、お金とこう労力をかかる、エクスペンシブなところであって、スケーリングっていうところはどうしてもこう課題になっている部分があるのかなと思いますと。で、やろうとすると、やはりそのテクノロジーだったり、ベンダーだったり、ロックインが必要になってしまいます。どうしてもこうやってもらった会社さんのところ、あるいはプラットフォームに対してロックインが発生するというのも課題に思ってらっしゃる、お客さんが多いのかなと思いますと。で、DLT のプラットフォーム選定のところですけれども、やはり、最初やってみましたで、選定をしたプラットフォームはゆくゆく例えばユースケースがやっぱりちょっと進化させた時にプラットフォームは変えなきゃいけないんだとか、あるいは、その後コンソーシアムに参加する会社はすでに進んでいてちょっと違うプラットフォームを使ってますといった時に、そこに合わせなきゃいけないというところで、そうするとプラットフォームはこうここで英語で wrong という表現させていただいていますけれども、まあ、合わなかったといった場合はリスク非常に高いんですね。で、最後ですけど一番大事なのは、まあ、スタンダードベストプラクティスがないというところがやっぱりこう課題というふうになっているのかなと思いますと。で、こういった課題がある中で、なかなかその一歩先に出すという一歩先に出るというところが難しくて、ほとんどのお客さん、例えば最初にはもうブロックチェーン使って価値あると思っているお客さんに対してもちょっとウェイト&ウォッチ、もう少し待ってみましょうというアプローチをされている会社さんが多いのかなと思いますと。で、そのためにはじゃあ何をしなきゃいけないんだというところなんですけれども、まあ、例えば POC をやりたいです、あるいは、今はもうほとんど弊社としても POC というよりかは POV、 Proof of Value ということをこうお勧めしていますけれども、いずれにせよちょっと試してみたいという時にはすごい時間をかけて何かこうまずは POC やってみましょう、あるいはやっぱりプラットフォームが違うことの方、違うものの方が良かったって言ったら、じゃあもう一回 POC を回しましょうというのがなかなか難しいところになりますので、まずそれは一番短くできるようなソリューション、何かアプローチがあるかというところですね。そして、もう一つはプロダクションに行くってなるとセキュリティもしっかり考えなきゃいけないですと、というところと、そもそものところでプーフ・オフ・コンセプトをやったところで、プロダクションもしくはパイロットにつなげていくときにはもう一度こう全部やり直し、本来なら POC の、立場としては、まあ、それが当たり前という部分も正直感じているところはありますけれども、ブロックチェーンの場合はなかなかもうそこをこう投資してい、くという会社さんがいないと思いますので、そこもこうちょっと解決していかなきゃいけないところがあるのかなと思っています。で、こういった課題がある中で、どういうふうにこのブロックチェーンオートメーションフレームワーク携われるのか、あるいはサポートできるかというところですけれども、まず先ほどお話ししました DLT レフェレンスアーキテクチャなんですけれども、ここをこうベースとしてすでに導入されているものになります。なのでセキュリティ含めてまあ、最初に検討しなきゃいけない部分とかはもうすでに、そこに考慮されているという形になりますと。で、まあ、プロダクションレディーセキュリティ含めてこちら作っているものになりますので、セキュリティの面も対応しているという形になりますね。で、当然なことですけれども、ブロックチェーンって、こう、なんて言いますかね、チームスポーツとよく表現されますけれども、マルティカンパニー、あるいはマルティクラウドデプロイメント、これもかなり懸念点というか、課題点という形になっていて、参加者の中で、AWS クラウドを使っている会社さんもいらっしゃいますし、例えば Azure だったり、あるいは全く違うクラウドを使っている会社さんもいらっしゃいますといったときに、マルティクラウドの導入も可能という形がもうすでに取っているというところですね。で、インフラストラクチャーももう完全にインディペンデントという形で、あと最後なんです。
調査しています。もともとはファンクラブという形で社内で、立ち上げたプロジェクトなんですけれども、その後カレジャーにコミットして、オープンソース化をしていますと。はい。で、まあ、ご存知の方もいらっしゃると思いますけど、そもそもなんだっけというところなんですけれども、今日はあんまり技術なところを深掘り、できないので、簡単に言うと、一言で言うと、このコンフィギュレーションファイルなんですね。コンフィギュレーションファイルを使って、ものすごい、シンプルでブロックチェーンの、フレームワークをデプロイできるというところがこの BAF の特徴という形になります。そして、当然ですけれども最初デプロイしました。その後パーティシペントが追加になります。そこのノードを立てなきゃいけないんです。でそれが、まあ、例えば仮に別のクラウドを使っていますというところです含めて、ベースは Kubernetes を使っていますけれども、その上に、今すでにサポートしているフレームワークとしては Hyperledger のファブリックインディーベースというところと、まあ、R3 のコーラとコーラムという5つの、フレームワークはすでに、サポートしています。それ以外のところも今いろいろ調整中、対応中というような形になっております。はい。で、こちらコンポーネントというところですけれども、先ほどもお話ししました通り、このブロックチェーンオートメーションフレームワーク自体は、オープンソースですし、中で使っているコンポーネントも全て、オープンソースになっていまして、例えばコンフィギュレーションのためには Ansible を使っていて、Kubernetes の、KTS プラットフォームとしては、まあ、オーケストレーションのためにはKubernetes を活用しております。で、GitOps と、Weaven Workflex を使って、オペレーションのところを対応しています。実際鍵とかをこうトークン、パスワード、鍵などサーティフィケートをこう使うときには、保存するときにはハシコープのボルトを使って、実際動いているものになりますと。で、最後なんですけれども、クラウドとしては、もう特にクラウドに依存性はないという形で、オンプレミス含めて、Git から、まあ、ダウンロードして、ちょこっとそのファイルをいじって、その中で、自分たちの、もうパラメータをこう追加することによってデプロイできるというような形になりますと。はい。で、実際先ほども少し話しました通り、もともとアクセンチャー社内で作っていたプロジェクトなんですけれども、Linux Foundation、Hyperledger ラボにコントリビューションとして出していて、そこを話した内容としては、やはり一社で、何か作って、それをメンテナンスして、それをこうもっともっと大きくしていくというところには限界があるというふうに思いますので、そこはもっといろんな会社さんに、使ってもらって、フィードバックもらって、そして可能でしたら実際こうコミットしてもらって、もうどんどん大きくしてもらうということで、オープンソース化をしております。はい。ちょっとすごく簡単にですけれども、アーキテクチャのところを少し触れさせていただきますと。で、先ほど話しました通り、弊社でブロックチェーンの案件が DLT などの案件があったときには、もう社内でも使っているレフェレンスアーキテクチャ 2.0 というところをもう活用させていただいております。でこれをこう使うことによって、ノードの配置とかノードの使い方、あるいは、セキュリティなど含めて、ここそこにガイディングプリンシパルを活用できるという形になります。そして、コンポーネントとしては全てオープンソースのコンポーネントを使っていますので、まあ、ベンダーロッキンだったり、あるいはそこに、お金かかるということが一切ないのかな
と思っています。そして、インフラストラクチャーも完全にこうインディペンデントという形で、クラウドのプラットフォームを含めて、特に何か依存性がないというような状態になっております。あと、デザインも非常にモジュラーな形で、そのまま使ってもいいんですけれども、何か一部変えたいっていうところ、そこはフレキシブルになっていますので、それも踏まえて、デザインするときにはモジュラー化を実施しております。セキュリティは、先ほど少し触れましたけれども、ソースとかコンフィグレーションファイルにはクレデンシャルを使わず、ストアせずに、別にウォルトを活用して、セキュリティも強化しているというような形になりますね。はい。で、これはすごいハイレベルですけれども、アーキテクチャ、という形がここになっておりますと。はい。少しだけここで、レジャーのところでは先ほども話した通り、今はこちらの5つレジャーをサポートしていて、クラウドももうすでに AWS、GCP と Microsoft Azure 上は対応できているというような形になりますね。はい。少し時間の関係で細かい話は控えますけれども、例えばこのハイパーレジャーファブリックというところで言うと、イメージとしてはもうすでに、例えばファブリックの CA、ピア、オーダラ、あるいはカフカ、そして、カウジディビートズーキーパーを含めて、このどっかのコンテナ化されているという形でイメージができていて、この、なんと言いますかね、ファイルだけをこう、少しチャンネルいくつ作るのか、あるいはどういった配置にするのかというところ、それをこう指定してあげて、コンフィグファイルをこう実行すると、自動的に、決まったところで配置していくというような実際そういう動きができるような形になっております。はい。コルダも同じ形で、実際こうコルダの部分も対応できるような形になっておりますね。はい。あとは、インディーですね。インディーとハイパーレジャーベース。ベースもつい最近追加しましたけれども、今のところはベースに対しても問題なく使えるようになっている、状態ですね。はい。で、実際、このハイパーレジャーの配下に入ってからもうすぐ2年になりますけれども、実際こう何ができているかというところなんですけれども、結構まず時間短縮というところが大きいのかなと思いますね。例えばこう実際かなり細かいレベルで、デプロイメントってすると、1週間2週間から少なくても数日かかるところですけれども、このコンフィグファイルをちゃんと作った後に、数時間で、デプロイまではいけるというところが大きな課題が解消するというところなのかなと思っていますと。で、全体のプロジェクトの時間短縮というところは当然の影響になると思いますけれども、プロダクション環境でも実際こう心配なく使えるアーキテクチャ、レファレンスアーキテクチャを活用していますので、そこは安心して活用できるというところがお客様にとっても大きく自信につなげられたらいいかなと思っているところですと。はい。で、オープンソースコミュニティのところですけれども、簡単にちょっと触れさせていただくと、今はコントリビューターとしては32名の方関わっていて、エクスターナルは4名ですね。で、ちょっとフォークもかなり、200超えるフォークがあって、ロケットチャットに110名以上の方が、アクティブ参加しているところですので、コミュニティのサポートも随時受けるような状態ですね。はい。で、
インプリメント、あのお客様の導入という意味ではもうすでに、プロダクションで使われているところが、まあ、弊社としても実施しているところもありますけれども、5つの事例はすでに出ていて、あのハイパーレジャーのイベントなど、あの様々なイベント、今日もあの日本のイベントをあのお招きいただいてますけれども、あのいろんなイベントでもあの随時、告知して、もっともっとその参加者をこうあのフォーカスしていくというところをあの対応しているところですね。はい、最後なんですけれども、レフレンスリンクとして、このリンクとしては後でも共有させていただきます。で今日ちょっとあの可能だったらあの簡単にデモも実施しようと思っていますけれども、時間の関係でちょっと厳しいところありますので、ここにあの YouTube のチャンネルをこう共有しますので、その中でもあの少し、デモという形でのビデオもあの共有されていますので、そこの辺にも何かございましたらあの見ていただければと思います。はい、最後になりますけども、あのご清聴ありがとうございました。何かありましたらあの今でも質問あの対応できる範囲で対応しますし、何かあったらまたあの直接ご連絡いただければと思いますので、よろしくお願いします。ありがとうございます。設楽さん、ありがとうございました。5分ぐらい、お時間あるかなと思いますので、ぜひあの質疑応答に答えたいなと思いますけども、今、一つあの、質問が来ていまして、ソリューションは複数のクラウドを同時に利用できるのでしょうかという質問が来ているんですけども、あのご回答いただけますか？はい、直接回答すると同時に、あのクラウド利用可能です。あのむしろあの今一つの課題として、あるのがあの同じプラットフォーム、同じコンソーシアムの中で、違うクラウドを使えないっていう課題が抱えていらっしゃるお客様が大勢いらっしゃいますけれども、このなんと言いますかね、コンフィグファイルで、そのクラウドの設定だけ変えることによって、複数のクラウドを活用可能になりますので、そこは大きくあの活用していただければと思います。はい、ありがとうございます。他、設楽さん の, あのプレゼンテーションに対してご質問とかございますか？よろしいでしょうか？はい、ではですね、またあのもしあの追加でご質問とかありましたら、あの設楽さんとリンクトインでつながっていただくなりなんなりして、ぜひあの直接伺っていただければなというふうに思います。それではあの設楽さん、あの素晴らしいプレゼンテーション誠にありがとうございました。またぜひよろしくお願いいたします。ありがとうございました。よろしくお願いします。はい、ではですね、次の、セッションに入りたいと思います。で次はですね、ハイパーレッジャーパブリック向け非中央集権型システム運用ツールということで、日立製作所の、佐藤達也さんに、ご講演いただきます。それでは佐藤さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。では、改めまして日立製作所の佐藤と申します。本日は、運用スマートコントラクト、OPSAC というですね、ハイパーレジャーファブリック向けの、非中央集権型のシステム運用ツールというものについてご紹介させていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、でこちらが、本発表のサマリーとなっておりまして、我々、運用スマートコントラクト、まあ、英語で言うとオペレーションズスマートコントラクト、まあ、略して OPSSC と呼んでいるんですけれども、そういったものを開発しております。こちらの、まあ技術の背景なんですけれども、まあ、ブロックチェーンを活用したシステム、まあ、以下ブロックチェーンシステムと略していきますけれども、は、まあ、そのシステム的な特徴といたしまして、まあ、複数の組織にまたがって構成されると、まあ、その中で、複数の組織の間の、トランザクションの実行というのは非中央集権的に行えるというところに価値があるというふうに我々考えております。でまあ、この、ブロックチェーンの価値というところを、まあ、維持、していくという意味で、そのトランザクションの実行だけではなくて、組織にまたがったそのシステムの運用についても、まあ、非中央集権的に、まあ、やるというところを、目指したものとなっています。で、基本的なアイデアというのは、システムの運用のワークフローと
というものを、スマートコントラクトとして定義してやることによって、まあ各組織がそのスマートコントラクトに従って、それぞれのノードを運用するというものです。まあ、これによりまして、組織横断のシステム運用作業というのを、まあ、特定の組織の意思決定に依存せずに、均一な手順、設定パラメータを用いて、効率的に実施できるというふうに考えています。このような、OpsSC の、をですね、Hyper-Azure Fabric バージョン2系向けに開発いたしまして、ファーストバージョンといたしましては、そのファブリック の、 あのブロックチェーンネットワークの管理というところで、まあ、具体的にはチェーンコードとかチャンネルの管理、まあ、ここの、典型的な、運用フローを効率化するような、機能を開発いたしまして、まあ、ちょうど今年の、頭ぐらいにですね、あのコミュニティの方にご紹介させていただきまして、ハイパーレジャーラボスという、まあ、ハイパーレジャーの、まあ、インキュベーションプロジェクトのようなものなんですけれども、まあ、こちらの方に、登録させていただいたということで、今回ご紹介させていただきたいと思います。ではまずその OpsSC のコンセプトということで、ブロックチェーンシステム全般としてですね、運用ってどういう課題があるのかというところを含めてご紹介させていただきたいと思います。まあ、背景といたしましては、まあ、近年そのブロックチェーン、まあ、ハイパーレジャーファブリック含めましてブロックチェーンの本番適用というところが、まあ、徐々に見えてきている中で、まあ、エンタープライズ系のシステムですと特にだと思うんですけども、システムの運用管理というのが非常に重要になってきているというふうに考えております。で、まあ、ブロックチェーンシステム固有の運用管理といたしましては、例えばあのスマートコンタクトを更新して、まあ、その、ついでにまあアプリケーションの方も更新するであるとか、あとはその、台帳のデータをスナップショット取るとか、まあ、そういったものが挙げられるかと思います。サマリーでも少し、お伝えしたんですけれども、このブロックチェーンシステムというのは、複数の組織、まあ、言い換えますと管理ドメインにまたがった構成になっているという特徴が、あると思います。まあ、こちらの図のように、例えば、まあ、各組織が持っているクラウドとかデータセンターにそれぞれのノードがあって、まあ、つながっていると。で、まあ、通常、こういったシステムの場合ですと、それぞれの、ドメインに、まあ、別々の管理者がいて、まあ、それらが、このデータセンターの管理をしているとか、まあ、そういった、イメージになるかと思います。このようなシステム構成において、まあ、問題になってくるのが、まあ、組織をまたがったシステム運用というのが発生した場合、具体的にはその他の組織との、協調動作が必要な作業があった場合にこう実行が難しくなるというところが挙げられます。例えばそのあるスマートコンタクトを、まあ、更新したいという場合に、まあ、それぞれの、まあ、ノードにアップデートをかけるというのを、まあまあ、同時にやりたいとか、まあ、そういったような作業が挙げられるかと思います。この問題点についてもう少し深掘りしていきたいんですけれども、まあ、従来のシステム運用管理ツールというのも、様々出ておりまして、まあ、古くはそのジョブ管理サーバーのものから、まあ、最近ここ数年ですも IAC インフラストラクチャーザコードのようにですね、まあ、インフラをコードとして記述して、まあ、宣言的に管理するようなツール、まあ、こういったものの、まあ、普及が、されているかと思うんですけれども、まあ、基本的にこれらはその単一組織に閉じた、運用作業を、まあ、効率化するというところ、でして、まあ、特にその組織またぎの運用というのを、まあ、そもそも考慮はしていないという、ものになります。で、まあ、ここを考慮しない場合に何が、困ってくるのかというところを、もう少し考えていきたいんですけれども、組織またぎの運用方法ということで、ちょっと考えられる方法としては、例えばこのようにですね、ある単一の管理者が、まあ、全ノードをこう運用すると、まあ、こういったやり方が考えられるかと思います。ただ、この場合ですと、まあ、この管理者がですね、このブロックチェーンネットワークの、単一信頼点になると。いうことで、シングルポイントオブトラストになってしまうということで、せっかくブロックチェーンをこう組織またぎで使っているのに、ちょっとそこら辺の嬉しさが若干薄れてしまうと、あるいはそもそも、権限的に他の組織のノードにアクセスできないと、まあ、そういった状況が考えられるかと思います。
別のやり方といたしましては、まあ、このようにですね、まあ、各組織の管理者がそれぞれのノードを運用すると、こういうやり方が考えられるかと思うんですが、まあ、この場合ですと、まあ、運用の、ギャップが発生しうるということで、まあ、例えば手順であるとか、まあ、タイミング、それから使っている設定パラメータが、まあ、ずれると、時にそのシステムの正常稼働が妨げられると、まあ、こういった、ところで、まあ、困ってくるケースというのが出てくるんではないかというふうに考えています。そこで我々はこの課題を解決するためにスマートコントラクトベースのシステム運用方式というものを考えまして、これが OPSSC というものです。冒頭でもお伝えしましたけれども、基本的なアイデアは非常にシンプルで、システム運用フローをスマートコントラクトとして定義してあげましょうというものです。これによって、ブロックチェーンの力を借りまして、その組織の時の合意形成を行うというところで、まあ、これを使うことによって、その、クレデンシャルの共有であるとか、シングルポイントオブトラストなくですね、その管理またぎへの運用を実現するというところと、あとはそのスマートコンタクトの特徴というのを活用して、均一な設定パラメータを用いて、均一な運用手順をこう実行できるというところに嬉しさがあるかなと思っています。こちらの、メカニズムについて、図を用いて簡単にご紹介したいと思うんですけれども、こちらにある通りですね、ある運用作業を、スマートコンタクトとして記述します。例えばそのコマンドであるとか、タイミング、そういったものを、定義しておいて、この、通信に対してトランザクションが発行されましたら、組織の間で、合意形成を、ブロックチェーンレイヤーで合意形成を行って、スマートコンタクト上でその、設定パラメータであるとかを共有したり、あるいはその運用としてのワークフローを制御して、それに従って各組織が、自分のノードをこう運用すると、運用実行するということによって、この組織をまたがって、均一の運用、作業が行えると。いうのがコンセプトとなります。でここからは実際にそのハイパーレジャーファブリック 2K 向けの話に移っていきたいと思います。事前のお話でかなりそのハイパーレジャーとか、ファブリックにお詳しい方がかなり多い、という話なんですけれども、一応ここではそのオプセシーの内容をご紹介するにあたって、ちょっと必要最低限の、ちょっと概要についてご説明させていただきます。ちょっとかなり丸めた内容になっているというところはご容赦いただければなと思っております。はい。で、まずそのハイパーレジャーファブリックというのは、エグゼキュートオーダーバリデート型のモデルで、複数組織間でのトランザクションを承認していると。いうものでして、このあたりはもうかなりの方ご存知かもしれないですけど、ざっと図を用いて言いますと、認証局ということで、CA が、ありまして、それが、発行した秘密鍵と証明書を用いて、組織のユーザーであるとクライアント、それからピアというのを識別して、それを用いてトランザクション証明とか検証とかを行うということになります。で、ここではこの組織のクライアントがトランザクションを発行するということで、トランザクションに、証明付きのトランザクションを、発行するというタイミングで、その組織というか、ピアがですね、このトランザクションを入力にして、チェーンコード、すなわちファブリックでいうところの、スマートコントラクトですね、を、仮実行して、その入出力の結果、他にこのピアの署名をつけてたものをエンドースメントということで、お墨付きのような形でこう返します。でそれを、他の、複数の組織から、集めてきて、エンドースメントポリシーという、所定 の, そのどれぐらいの組織からエンドースメントを集めなくちゃいけないかというような条件を満たしたら、そのトランザクションを今度はそのオーダリングサービスと呼ばれるトランザクションの順序を決めるサービスに投げて、このオーダリングサービスが、このトランザクションを、複数トランザクションから、ブロックを作って、それを、各組織のノードに、配布します。で、この組織の、各組織の、ピアが、ブロックを検証して、台帳を、更新すると。
まあ、そういう仕掛けになっていると。で、まあ、ファブリックの特徴といたしましては、全組織が入っている、まあ、だけではなくて、そのサブネットのようなものを定義することができまして、それがチャンネルと呼ばれています。で、まあ、一部の組織だけが参加するチャンネルというのがあって、まあ、そのチャンネルごとに、チェインコードであるとか、まあ、台帳が管理されると。で、あとちょっと今回、その、まあ、設定更新周りの話ということなんで、ちょっと設定方法についても触れますと、このチャンネルとかチェインコードの設定更新時にもですね、この組織間で、まあ、やり取りをこうしながら、まあ、ことを進める必要があって、まあ、内部的にはその特殊なトランザクションを発行することで実行されるという形になっております。ちょっと待ってください。はい。で、まあ、続いてですね、じゃあこのハイパーレジャーファブリック 2.0 向けにそのオプセシーというものが必要なのかというところなんですけれども、まあ、よく触られている方は、まあ、ちょっとこのあたり本当に必要なのかというところで、疑問を持たれる方も、いらっしゃるかと思うんですけれども、本当にもうそのファブリック 2.0 といいます、今の、まあ、最新版ですね。ではその、結構個々の、運用面もかなり改善してきてまして、個々の運用タスク、例えばそのピアコマンドというようなものをその運用に使ったりするんですけれども、そういったものがかなり洗練されてきていて、V1 系だと、ある特定の組織、によって決定されるようなパラメータ、まあ、言い換えるとシングルポイントオブトラストが残ってたんですが、まあ、そういったものも排除されつつあります。まあ、具体的に言うと、V2.0 系から、ニューチェーンコードライフサイクルというものが導入されて、まあ、そこら辺が改善されたとか、まあ、そういった、ことになっています。ただ我々、まだ改善の余地があるというふうに考えておりまして、まあ、確かにこの個々のタスクとしては、良いんですけれども、実際にその、例えばチェーンコードのデプロイとか運用しようとすると、このタスクをですね、組み合わせて、まあ、実行する必要があって、そのエンドツーエンドの運用をのワークフローという点ではまだまだ効率化できるのではないかというふうに考えております。で、まあ、特にですね、その各組織が行うべき作業とか、その際にこう生じる、まあ、組織またぎの調整作業、情報共有であるとかパラメータ合わせ、まあ、こういったものが、まあ、逆に増えてきている部分もあるので、まあ、そこを減らしていけるのではないかということで、まあ、ここではそのチェーンコードのデプロイの例を書いているんですけれども、各組織が、まあ、他の組織と全く同一のパラメータを用いて、チェーンコードの定義というものを承認する必要があったりするんですが、まあ、それを、他の組織何使ってるかとかですね、あるいはそのソースコードそのもの、そういったものを、組織間で、まあ、共有したり調整する必要がある場合には、この仕組みの外側でやらなくてはいけないというのが、まあ、典型例になってくるかなと思います。そこでですね、ファブリック、2系のオプセス C ということでは、まあ、このあたりを、うまくやっていくということで、まあ、具体的にはこう複数の組織の間での、この設定パラメータの調整であるとか、あるいはその、まあ、各種コマンドを使うところをですね、自動かつ、非中央集権的なところを保ちながらやっていくというところを目指しております。でこちらが現在の実装になっておりまして、ちょっとごちゃっとしてしまってるんですけれども、まあ、大きくは、PSC のチェインコード、それから API サーバー、エージェント、この3つの、コンポーネントによって構成されております。まあ、チェインコードというのが、まあ、スマートコントラクトの部分なんですけれども、まあ、こちらでその組織またぎの運用ワークフローというのを管理して、まあ、でここの組織が、まあ、何をすればいいかというところの、まあ、運用命令をですね、含むような、運用イベントというのを、発行する機能を提供しております。でこのイベント自体は、ファブリックのチェーンコードイベントというものを用いて、まあ、実装しております。API サーバーというのは、各組織の管理者が、まあ、このチェーンコードとやり取りするための REST API となります。で、まあ、エージェントというのがですね、まあ、肝としては組織ごとに用意されまして、このチェーンコードから発行されるイベントに従って、その組織が所有するまあノードに対して運用を実行するという形です。こちらの図がまあその構成図になってまして、まあ、こちらを用いてちょっと典型的な
使い方をご紹介したいんですけれども、まあ、ある組織の管理者が、ですね、まあ、運用を提案するということで、例えばチェーンコードのデプロイを提案するという場合には、その提案用のトランザクションをこの OpsSC のチェーンコードに投げますと。でそしたらそのチェーンコード上で、組織間で、まあ、その情報が共有されまして、別の組織がこのそれに対して賛成をすると。でこのチェーンコードの内部で、賛成数が、まあ、一定以上超えたかどうかをチェックして、超えたら、まあ、イベントが発行されて、各組織の、まあ、エージェントというのがその、発行されたイベントに基づいて、自分の持っているノードに対してこう運用を実行すると。まあ、これによってこう組織またぎでも、まあ、運用が自動化できるというような仕組みになっております。まあ、現在はその、ファーストバージョンといたしまして、ファブリックネットワークの運用に、特化したですね、まあ、OpsSC を、準備しております。具体的にはそのチェーンコード、すなわちまあスマートコンタクトの、まあ、管理の部分と、あとはチャンネル、まあ、サブネットワークと、まあ、それに参加する、まあ、組織構成、まあ、ここの管理の部分となっております。まあ、そのそれぞれについて簡単にご紹介したいと思います。こちらもちょっと図が美人で申し訳ないんですけれども、基本的にはその左側が before、右側が after という感じになっています。で、まあ、before ということで、まあ、現状ですと、先ほども少し出ましたけれども、その new chain code life cycle というものが、V2 系で導入されまして、まあ、大きくですね、チェーンコードデプロイする場合には、インストール、アプローブ、コミットというステップで、まあ、ことを進めていきます。でこのアプローブというのが実は新しく追加されまして、まあ、これによってその中央集権的な部分というのが排除されました。こちらの図を用いますと、まあ、各組織がこのチェーンコードをまずインストールします。でさらに、アプローブということで、チェーンコードの定義ということで、まあ、設定パラメータのようなです、ね、例えばエンドースメントポリシーとかを、まあ決めるというところを、まあ、アプローブというコマンドを用いて実行します。で、それが一致していて、かつ、その、所定の組織からの承認が集まっている場合に、その、コミットというコマンドを打つと、チェーンコードが更新されたり、デプロイされるという、形になります。で、まあ、こちらの、図からも分かります通り、このアプローブというのが増えたんですけども、これが、まあ、組織、他の組織と全く同一のパラメータを用いて、こう実行しなくちゃいけないというところですね。で、まあ、こういった定義とか、まあ、ソースコードを組織間で共有する、あるいはその調整したい場合にも、基本的にはその、ファブリックの仕組みの外側でやる必要があるというのが典型例となります。そこで、まあ、OpsSC ではこのエンドツーエンドのチェーンコードデプロイを効率化するというところを目指しています。図自体はその先ほどの概要説明と同じなんですけれども、まあ、チェーンコードの場合には、ある組織がチェーンコードのソースコードと定義を含む提案を作りまして、それをこうトランザクションとして投げますと。で、まあ、それを他の組織が承認しますと、まあ、まあ、現在は過半数からなんですけど、過半数から投票が得られたら、エージェント、各組織のエージェントが、この提案内容に従って、チェーンコードを、まあ、よろしくデプロイしてくれるというもので、チェーンコードのインストールとかアプローブとか、コミットっていうのを裏側でやります。続いてチャンネルの方です。チャンネルの、運用作業としては、実はその組織、単一組織に閉じる、まあ、運用作業と、組織にまたがる、まあ、作業があるんですけれども、まあ、主にはその組織またぎというところにフォーカスしております。こちら具体的にはその組織であるとか、まあ、オーダリングサービスを構成するまあノードですね、まあ、そういったものの追加などが挙げられます。でこちらのプロセスも結構面倒くさくなってまして、まずある組織が、まあ、コンフィグ TX と呼ばれる、まあ、設定用のトランザクションをこう生成して、でそれをですね、各組織からまあそれに対する署名を集めて、その署名数が一定以上で更新コマンドを打つと、まあ、更新されるということで、まあ、こちらも、チェーンコードと同様に、他の組織と、共有したりする必要があるというところで、まあ、ここら辺をこう
含めたですね、ところを効率化するというのが、まあ、オブセッシーのやりたいこととなっています。まあ、こちらの仕掛けも基本的にはそのチェーンコードの方と、同一になっております。ですね、まあ、ちょっとテクニカルなところで言うと、一応その内部的にはですね、コンフィグトランザクションライブラリというものを、があるんですけど、そちらを用いてそのコンフィグ TX を作ったりとかをしております。でここであの簡単にですが、デモムービーを、お見せできればと思います。今回の、デモなんですけれども、ファブリックの 2.3 系で、ですね、ファブリックサンプルズという、まあ、サンプル集がありまして、まあ、そこに典型的な使い方のテストネットワークというのがあるんですけれども、ちょっとそれを、まあ、いくつかカスタマイズして、まあ、主にはその3組織構成に、したものというのを使います。で最初のシナリオでは、チェーンコードを追加するという例で、2つ目のシナリオでは、まあ、この3組織ある中にオルグ4という新しい組織を追加するというシナリオです。では、ちょっと、すみません。ちょっとデモムービーを、紹介したいんですけど、見えてますかね。はい。こちらが、チェーンコードデプロイの例なんですけれども、今、1、2、3組織がありまして、まあ、それぞれの組織用のポータルがこうあるというようなイメージです。で、まずはこの組織、ある組織がチェーンコードの、デプロイを、まあ、提案するということで、この辺がパラメータになっていまして、それが、トランザクションを投げられますと、チェーンコード経由で他の組織に、まあ、情報が伝達されます。で、次のステップではこの他の組織が、まあ、アプルーブを行うと、まあ、今3組織あるので過半数が得られたということで、まあ、このチェーンコードのイベントが発行されまして、まあ、それを受けてこう各組織のエージェントが、このイベントに従って、自分の持っているノードに対してこうデプロイを、チェーンコードのデプロイを行っています。今、まあ、裏側で行われて、今インストールが済んだという感じになっていて、こんな感じです。チェーンコードのデプロイが今、全組織のノード上で完了したということで、まあ、オブセッシーのリリースシスタといたしましては、まあ、こういった組織またぎの、運用情報の、まあ、やり取りだとか、調整といったところを、まあ、その特定の組織に依存せずに行えるというところと、まあ、その結果踏まえて、こう、エージェントが、まあ、自動的かつ、まあ、同じパラメータを用いてチェーンコードをデプロイできると。というところが、まあ、嬉しさになっています。続いて、チャンネルの例ですけれども、まあ、こちらがその例になってまして、今はこう1、2、3組織が、ネットワークに参加していて、新しい組織、オルグ4というのをこう追加したいというようなシナリオになっています。でまずは、ですね、オルグ4が、自分の、組織のノード用の、まあ、秘密鍵と証明書のペアを、まあ、CA を用いて発行するというところで、まあ、これはあの、単一組織に閉じる話なので、まあ、オブセッシーの外側で行います。で今、作っていて、よいしょ。ごめんなさい。で、次のステップでは、この、生成した、証明書を、まあ、その検証に使うよう、ためにですね、このメンバー情報をまあ、既にそのネットワークに参加している組織1に送ります。まあ、これも、オブセッシーの外側で、例えばそのメール等でこう行うというところです。で、そうしましたら今度、それを受け取った、組織1がですね、その情報を用いて、今、そのシステムチャンネルというチャンネルに、この新しい組織4を追加するということをやろうとしています。で、それを、トランザクションとして投げますと、それが伝わって、今度、オルグ2がですね、アプルーブを行って、まあ、その結果、まあ、このように、エージェントが、チャンネルの状態をアップデートします。ちょっとわかりづらいんですけど、ここは、オルグ4が追加されているのが見えるかと思います。で、これをですね、オルグ4を追加したい、
チャンネルに対して、まあ、繰り返しているということなので、ちょっとここはスキップします。よいしょ。で、今、あ、そうですね、これで終わったので、今度はその、オルグ1がですね、オルグ4のノードを立ち上げるために、まあ、システムコンフィグブロックという、まあ、いわゆるジェネシスブロックのようなものを、このオルグ4に伝えて、そのオルグ4は、まあ、その情報を使って、こう自分のノードを立ち上げています。まあ、ここも、オプセッシの外側で行われている作業です。で、今、ノードが立ち上がろうとしていて、まあ、今ですね、ポータルも含めて、オルグ4がちょうどレディになったということで、まあ、オプセッシの嬉しさとしては、まあ、組織追加するだけじゃなくて、まあ、このようにですね、既存のチェインコードに関してのデプロイというのも、まあ、裏側でやってくれるように今なっております。ちょっとプロセスとしては非常に複雑に見えたかもしれないんですけれども、まあ、従来に比べると、まあ、幾分、まあ、効率化がされているんじゃないかなというふうに思っております。では、スライドの方に戻りたいと思います。はい。で終わりにということで、まあ、繰り返しになるんですが、こちらラボスの方に登録されているということで、お試しいただけるような形になってまして、まあ、今回紹介したデモと、あと同様のシナリオ、デモと同様のシナリオを、まあ、コマンドベースであるんですけども、お試しいただけたりするので、まあ、ぜひご興味ある方はお試しいただければ幸いでございます。まあ、あと、今後もですね、引き続きエンハンスをしていく予定でございまして、まあ、ちょっと今回はコミュニティにですね、コンセプトを伝えるというところを優先した関係で、ちょっとテストとかがですね、足りてない部分があったりするんですけれども、そのあたり含めて品質向上は引き続き行っていきたいというところと、あと今回、ファブリックネットワークに特化した、機能を中心にやったんですけれども、まあ、より汎用的な部分ということで、任意のコマンドをですね、チェーンコード経由で実行できるようにするとか、まあ、そういったところを予定しております。まあ、ぜひですね、お気づきの点であるとか要望を含めまして、まあ、いつでもフィードバックいただけると幸いでございます。まあ、最近ですね、ロケットチャットの方にも一応チャンネルを作りまして、まだ出来たてほやほやなんで、機能はあんまりしないんですけれども、一応こういったものもありますので、こちらにメッセージ等をいただけると嬉しいです。はい。発表としては以上となります。佐藤さん、ありがとうございました。佐藤さんに、ご質問がある方は、ぜひQ&A の、ボタンから、質問投げていただきたいんですけども、すでにちょっといくつかありますね。で、まず一つが、ひょっとしたら若干答えづらいのかもしれませんけども、日銀のデジタル通貨の実証実験を日立さんがハイパーレッジャーで実施されているという噂は本当でしょうか。どんな感じの実証実験 なのか興味がありますとありますけど、これ回答可能ですか。いえ、すみません、私も R&D なので、ええ、はい、こちらについては特に回答はないかと思います。まあ、こういったところも含めて活動がある場合にはニュースリリースも出ると思いますので、まあ、そういった弊社のニュースリリースも、まあ、お待ちいただけると、まあ、ブロックチェーンの活動も含めて、まあ、状況というのを見ていただけるかなと思います。すいません。了解です。そうですね。またいつか何かしら正式に何か情報が出た時のお楽しみということでご理解いただければなと思います。で、それからもう一つ質問がありまして、イベントサービスは障害時における信頼性があまり高くなく、いろいろと頑張らないといけないという認識なのですが、そのあたりすでに考慮してこう実装されているのでしょうかという質問なんですけども。はい、そうですね、まあ、ご指摘の通りで、おっしゃる通りとなっています。でちょっとそこの、まあ、考慮というところは、ちょっとまだ完全には行っていなくて、はい、まあ、イベントの、まあ、そうですね、まあ、ここら辺の再送処理とかも含めて、ちょっと改善の余地があるかなと思っているので、まあ、今後、改善していきたいとは思っております。
ありがとうございます。それ以外で、佐藤さんに何かご質問とかありますか？かなりこう実践的なプレゼンテーションでしたので、これから、ファブリックの運用なんか考えていらっしゃる方、いろいろ思うところがあったんじゃないかなと思いますけども、もし、追加で質問とかがあれば、ぜひ、Q&A に書き込んでいただきたいんですけども。あ、質問がありましたね。はい、ありがとうございます。ファブリックはピアとチャンネルの関係、ピアとチェインコードの関係など、構造が柔軟なだけに OPSSC ですね、OPS なんていうんですかね、これに必要なローカル設定、定義もなかなか大変になるのではないかと思うのですが、そのあたりいかがでしょうか。まあそうですね、はい、おっしゃる通りで、そこら辺はちょっと複雑にはなってしまうんですけれども、なのであくまでもちょっと今回のツール自体は組織またぎで情報共有するっていうところに特化していて、ローカルの個別の設定の部分は、ちょっとあえてまだやっていません。というのもちょっとここはまあ、その設定が柔軟にできるっていうところもあるんですけれども、結構環境とかに依存している部分もあると思っているので、まあ、ちょっとそのあたりは現状は優先度が下がっているという、状況になっています。はい、ありがとうございます。今のような回答でよろしいですか。もし今の回答に対してこう追加で質問があればぜひと思うんですけども、もう一つ質問が来ましたね。エージェントの処理結果が同じであったことの、確認はしないのでしょうかとありますけど。そうですね、一応コース、今の実装としては、基本的にはしておりませんが、構想としては、ありまして、まあ、その各エージェントの実行結果を今度トランザクションとして成功した失敗したっていうところは返すようにしてるんですけど、そこに実際の例えばログとかを仕込んで、比較をするというところで、まあ、そこの一致不一致をこう、分析するっていうところはちょっと今回の実装には入ってないんですけども、一応過去に実装したことがあるので、まあ、そういった形で、まあ、より、何ですかね、その運用作業としての信頼度も高めていくような、処理っていうのは加えていきたいと思っております。はい、ありがとうございます。今の回答で大丈夫でしょうか。はい、きっと大丈夫だろうとあと他、いかがですか。よろしいですか。はい、それでは、佐藤さん、ご講演いただきましてありがとうございました。またぜひよろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。はい、それではですね、最後の、セッションになります。ハイパーレッジャーカクタスですね、冒頭というか最初のセッションの設楽さんの、プレゼンテーションの中でも何度か言及のあったカクタスのバージョン 0.4、V0.4 のリリースの概要と、今後の開発方針に関して、富士通の、竹内拓磨さんの方から、ご講演いただきます。それでは竹内さん、よろしくお願いします。あ、はい、よろしくお願いします。あ、はい、では、はい、では富士通株式会社の竹内拓磨と申します。まあ、この度はご講演の機会をいただきまして、誠にありがとうございます。で今回、まあ、シタルさんの話もあり、まあ、ちょうどお話にもあった、まあ、ハイパーレッジカクタスですけれども、まあ、こちら3月にバージョン1、バージョン 0.4 をリリースしましたので、まあ、こちらこの題目、バージョン 0.4 の概要と今後の開発方針の題目で本日は発表させていただきます。でまず最初に私の自己紹介なんですけれども、私は2016年にブロックチェーンと出会い、まあ、ブロックチェーンの日々格闘し、まあ、研究開発を続けております。まあ、特に複数のブロックチェーン同士を連携する、まあ、そういった連携技術の方に、まあ、ずっと焦点を当てて、まあ、研究開発を進めていました。まあ、そこで、まあ、そういった技術について、まあ、こういったハイパーレジャーのような舞台もあるので OSS 化してみましょうということで、まあ、2019年からは
本日の設楽さんのお話もちょうどあったアクセンチャーさんとともにハイパーレジャーラブスに参画いたしまして、で2020年、昨年そのプロジェクトが無事にハイパーレジャーカクタスとして正式プロジェクト化をいたしました。その際に私もカクタスのメンテナーとして、着任いたさせていただきまして、で本日に至るまで、コードの開発およびプロジェクトの運営にて、日々携わらせていただいております。で本日の講演はこのハイパーレジャーカクタスの開発進捗の報告となります。で本発表の概要に関してなんですけれども、ちょうどもしかしたらご参加された方もいらっしゃるかもしれませんが、ちょうど昨年の6月に、このハイパーレジャー東京ミートアップで、ちょうどカクタスが正式プロジェクト化を採択されてから1ヶ月後という、結構出来たてほやほやな時期ということもありましたので、この頃に新プロジェクトハイパーレジャーカクタスのご紹介という題目で発表させていただきました。ただこの頃ってまだプロジェクトが出てきたばっかりってこともあって、まだちょっとコンセプトとか設計概要とかそういった紹介のみであって、実際にソフトウェアの紹介というのはまだできていなかったというか、実装していなかったので、できていなかったのですね。はい。でなんですけれども、今年の3月にリリースされたカクタスの、バージョン 0.4 では、こちら動作テスト可能なコード意識がすでに公開されておりますので、はい、今回はこの、バージョン 0.4 でこのどういったテストができるかということに関して説明していきたいと思います。で、カクタスのバージョン 0.4 では、特にこの O イーサリアムやハイパレジャーファブリック、ハイパレジャーソーテスをはじめとした、6種類のブロックチェーンの接続機能および、3種類のサンプルアプリケーションを公開いたしましたので、今回はこのバージョン 0.4 で何をしたかって概要およびあとはサンプルアプリケーションの利用方法を説明するとともに、今後カクタスをどのように開発していくつもりかといったことに関して説明いたします。でこちらが本発表の目次となります。でまず、ハイパーレジャーカクタスの設立の経緯について説明いたします。こちらの説明に関しましては、昨年の講演と一部重複する部分もあるかと思いますが、どうかご容赦いただければと思います。で最初に前置きですけれども、ブロックチェーンビジネスも、集中から分散の時代となっております。つまり単一の業界のサービスで閉じずに、複数の業界を連携したようなサービス、こういったもののニーズがやっぱ増加していくのではないかなと思っております。具体的に言いますと、例えばこういったその、電力、決済サービスやその車のトークンや電力のトークンといったトークンサービスがありますときに、この、電力サービスと決済サービスの場合には、電力には電力の市場が、決済には決済の市場が存在しておりますと。そういった状況下が普通だと思うんですけれども、こういった状況下で、じゃあ、このある人、真ん中にいるある人が、じゃあ、既存の決済とサービスを組み合わせて、新規のサービスを作りたいと思ったとします。例えば、電力とあるこのトークンを組み合わせたりとか、他にもいろんな組み合わせはあると思うんですけど、そういった、既存のもの同士を組み合わせて新規サービスを作りたいと考えたとします。この時に、既存のサービスというのは、既存の、市場があって、各々、成り立っているものですので、なるべくこの、既存のものを組み合わせるときに、この既存の市場の形を崩さないような形で、安全につなぐ技術というのが今後必要になってきます。そこで、出てくるのが、ちょっとマウスがちょっと、マウスのちょっと調子が悪いので、はい、失礼しました。でそこで、これらのサービスを連携する仕組みとして、ブロックチェーン同士を安全に仲介するブロックチェーン連携技術が必要になります。このように、異なるブロックチェーン同士の連携技術が今後のビジネスの鍵となります。でこのようなブロックチェーンの連携技術においては、2つの課題がありますと。まず1点目として、このブロックチェーンごとに取引 API 仕様や取引確定タイミングなど、さまざまな相違点がございますので、多種多様なブロックチェーンの拡張が非常に困難な点にございます。
まあ、2点目といたしましては、まあ、連携先のブロックチェーンの、まあ、属するネットワークは異なりますので、まあ、対応するには個々の SDK に合わせた、まあ、設定を開発者が行う必要がありますと。まあ、そのためそういった対応が煩雑になってしまう点にございます。まあ、こういった課題を解決するためには、まあ、異なるブロックチェーン間の差分を吸収する処理、それから、ファイアウォール対応の、統一的な抽象化命令機能が必要になってきます。まあ、こういった課題を乗り越えて開発者が容易に開発を進めるためのツールとして、まあ、今回この度ハイパーレジャーカクタスをプロジェクト化して、まあ、開発を推進するに至っております。さて、まあ、こういった、まあ技術の具体化したものはカクタスなんですけれども、まあ、これは異なるブロックチェーンで、まあ、異なるブロックチェーン同士で管理されるデジタル資産同士の取引を API の呼び出しで実行可能とするものになります。で、OSS の公開範囲といたしましては、まあ、異なるブロックチェーンにおける資産同士の取引を行うための技術及び、ソフトウェア開発者向けに、まあ、複数のブロックチェーンを統合したサービス提供を容認するための SDK がありますと。で、現在のバージョン 0.4 では、まあ、前者まで開発済みでございまして、まあ、後者の SDK に関しては、まあ、今後のリリースで、まあ、強化していく予定で進めています。で、さて、まあ、こういった、まあ、形でハイパーレジャーカクタスがあるんですけれども、まあ、これはこちらハイパーレジャー、こちら全体のミッドリーズなんですけれども、まあ、この全体のミッドリーズ、現在のところ、まあ、16個の公式プロジェクトがございまして、まあ、その中でカクタスは、異なるブロックチェーン間の安全な相互接続で実現される、まあ、統合型サービスの構築を用意するライブラリツール群を開発するような、そういった、まあ、ツールとしての、公式プロジェクトとして位置づけられています。で、発起人は、まあ、ちょうど、アクセンチュアさんと、まあ、富士通の2社で最初は進めていたんですけれども、まあ、現在はこれらの企業以外の、まあ、いろんな所属の、まあ、あるいは学生さんとかの開発者を含むような、まあ、30名程度がコミットされておりコミットいただいております。まあ、このようなカクタスなんですけれども、まあ、このカクタス、まあ、アーキテクチャはどのようになっているかといいますと、まあ、大きく分けると3種類の構成部品から成り立っております。まあ、1個目は、まあ、図の青色のカクタスノードサーバーでございまして、まあ、こちらがブロックチェーン統合サービスの実態となるサーバーでございます。で、こちらですね。で、この中のこの緑の中の特にこの、青い中の緑の部分、こちらが、ビジネスロジックプラグインでございまして、まあ、こちらが、アプリケーションの中のロジックを担当する部分でございます。で、3つ目がこの図の赤い部分のこのまあ、これらなんですけれども、これらが、はい、バリデーサーバーと呼ばれるものでして、こちらは各種ブロックチェーンの、まあ、取引発行や、まあ、ブロックチェーンのブロック監視などの操作を実行する部分で、まあ、それぞれ例えばこういったファブリックだとか、まあ、イーサリアムだとか、そういったような、まあ、個々のブロックチェーンにそれに対してそれぞれ向けに開発されているものになります。で、まあ、先ほど の課題の対応といたしましては、まあ、特にこのカクタスノードサーバーの中のベリファイヤーにおいて、まあ、バリデータとの双方通信を用いたファイアウォール対応の抽象化命令機能、まあ、こちらを実現しております。で、またバリデータにおいては、異なるブロックチェーンの差分を吸収する処理を、まあ、実現しています。まあ、そういった形で、これらの、まあ、ベリファイヤーおよびバリデータ処理によって、まあ、ブロックチェーン連携における課題解決に対応しており、まあ、こういったまあ、まあ、そういった事情によりまして、このようなアーキテクチャになっております。まあ、さて、ここまでが、カクタスのアーキテクチャの話だったんですけれども、まあ、次のページから、じゃあ実際カクタスがどこまで実現されたのかについて述べていきたいと思います。まず、一つ目、バリデーサーバーなんですけれども、まあ、こちらは現在バージョン 0.4 のところでは、次の6種類のブロックチェーン向けに対応するようなバリデータサーバーをそれぞれ開発いたしました。まあ、具体的には、まあ、先ほどの、佐藤さんの講演の中にあった、ハイパーレジャーファブリック、まあ、こちらは最も多分皆さんポピュラーで、多分ほとんどの方は使ったことがあるんじゃないかと思うんですけれども、まあ、他にも、まあ、インテルなどの、まあ、開発者たちが、まあ、参加している、まあ、ハイパーレジャーソートゥースと呼ばれるブロックチェーン基盤もございますと。まあ、あとは、まあ、
まあ、こちらはイーサリアム系の、まあ、3種のクライアントとか、またなどでございまして、また、金融機関が主導して開発されている、まあ、コルダに関しても、まあ、まあ、今回バレエディアを提供しております。まあ、こういったこの6種類に関して、今のところ、バレエディアを提供しております。まあ、今回、これは、まあ、暫定として6個なんですけれども、今後はどんどんまた増やしていく予定で進めています。で、次に、ビジネスロジックプラグインですけれども、まあ、次の3種類のサンプルロジックを提供しております。まあ、具体的には、このイーサリアムファブリック連携の、まあ、自動車所有権のトレードアプリケーション、各カートレード、および、まあ、エレクトリックトレードという、ソートゥース、イーサリアム連携の、まあ、電力自動決済アプリケーション。また3個目としては、サプライチェーンアプリという、まあ、ファブリックベースコーラムを連携した、まあ、アプリケーション。まあ、こちらの3種類を公開いたしました。はい。まあ、こちらも、今後も、まあ、バレエディアとサーバーの対応とともに、どんどんこちらも種類を増やしていく予定です。はい。で、最後、ガクタスノードサーバーなんですけれども、まあ、こちらは、まあ、基盤部分ということもありますので、まあ、このあるブロックチェーン間の資産移転に関わる基本機能を開発いたしました。まあ、で、ベリファイヤーとしては、まあ、同期型、まあ、ブロックチェーンの多種多様な、まあ、リクエスト形式を、まあ、同期型と非同期型にまとめた上で、まあ、そういった、まあ、2つのカテゴリーに分けた上で、まあ、そういった抽象化機能を整理し、まあ、実現いたしました。また、ベリファイアファクトリーでは、異なるバリエーターに対応するためのベリファイア初期化機能というものを実装していたしました。はい。といった形で、まあ、こちらが、まあ、今のところ、まあ、バージョン 0.4 でここまでできましたという話なんですけれども、じゃあ実際、まあ、今後、まあ、まだバージョン 0.4 ということで、まあ、今後、まあ、当然どんどん開発を進めていくわけなんですが、まあ、じゃあどういうふうに考えているかといいますと、まあ、まず、今年の夏から秋ごろに、まあ、バージョン1のリリースキャンディデート、まあハイパーレジャーの場合、まあ、バージョン1というのが一つの区切りとなっているんですけども、まあ、その候補となるものを、まあ、リリースを進める予定で、今、開発を進めております。で、まあ、具体的に言うとですね、このまず、まあ、3つ目標がありまして、まずバレエディアサーバーに関しては、まあ、ハイパーレジャーの、まあ、全ブロックチェーンへの対応を進めていきたいと考えています。まあ、今は、バージョン 0.4 ではファブリックのソートスだけだったんですけど、そこもどんどん種類を増やしていきたいと考えています。はい、であとは、まあ、それに応じて、まあ、ビジネスロジックプラグインも、まあ、それに応じて、まあ、ブロックチェーン種類が増えていくので、より、まあ、連携のパターンもよりよりどんどん増えていくと思いますので、それに応じたサンプルロジックを提供予定で進めています。で、さらに、カクタスノードサーバーでは、まあ、こういったビジネスロジックサンプル、サンプルロジックを、まあ、より開発者するためのソフトウェア開発者向けの SDK の強化、こちらを進めていきたいと考えています。で、まあ、そういったバージョン1のリリースキャンディエートが完了いたしましたら、まあ、今年の冬から来年の春頃にかけて、まあ、カクタスバージョン1をリリースさせていただく期待と考えています。で、こちらは、まあ、商用レベル品や開発用意性、保証されたコードを提供する予定で進めています。まあ、ただ、ちょっとバージョン1に関しては、まあ、リリースキャンディティを出してから、まあ、ハイパーレジャー側のやっぱ審査もありますので、まあ、ちょっと必ずしもちょっとこの予定通りに進められるかは、ちょっとまだ現状では、まあ、断言はちょっとできにくいかなという状況ではありますが、まあ、開発者としてはなるべくこのプランに乗せられるように、日々開発を進めていきたいとか、まあ、日々開発を今進めております。はい、で、まあ、ここまでがバージョン 0.4 の機能概要だったんですけれども、では、実際に、機能評価するときに必要になるサンプルアプリケーションの実行について、紹介していきたいと思います。で、先ほども説明いたしました通り、まあ、カクタスのバージョン 0.4 においては、サンプルアプリケーション3つあります。まあ、1つ目はカートレード。まあ、こちらは、ユーザー同士で車の所有権を売買するカーシェアアプリケーションでございまして、で、車の所有権管理機能として、まあ、ハイパレジャーファブリックの、チェーンコード、まあ、特にそのうちの、まあ、有名なサンプルであるパブカーというのをチェーンコードそのまま利用しています。で、また、通貨の決済機能としては、イーサリアムネイティブ通貨を利用してまして、まあ、このような形で、その2つのファブリックとブロックチェーンをつなげるような形で、カクタスが動いていますと。はい。
で、2つ目はエレクトリシティトレードでございまして、まあ、こちらは例えばスマホとかそういったデバイスの充電量に応じて、ユーザーの口座から自動で決済が行われるような、そういった電力の充電量に応じた自動決済アプリケーションでございます。でこちらはデバイスの電力計測機能として、ハイパーレジャーソフトゥースのキーバリュー管理の取引プロセッサー、これ大体スマートコントラクトと大体同じようなものだと思ってください。の中で、この取引プロセッサーのやはり公式サンプルである、イントキーっていうものを利用して、作っていまして、あとは、追加の決済機能としては、イーサリアムのネイティブ通貨を利用して、でこのような形で、ソートゥースからで充電が起こったら、充電のログが、計測されたら、それが順々に、そのイベントをカクタスがキャッチして、イーサリアムに投げるといった形で動いています。はい、で最後、サプライチェーンアプリケーションに関しては、こちらはサプライチェーンの輸送経路における、承認履歴を管理するワークフロア管理アプリケーションでございまして、それぞれ例えば輸送対象の各々の部品、木材とかもいろいろあるんですけれども、そういった部品の種類に応じて、例えばこの部品はファブリックのチェーンコード、他はこの部品は別の、スマートコンタクトとかで、そういった各々の部品に分けたより各々の、スマートコントラクトで記録を管理しているもの、でそれをカクタスがつなげているものになります。このように、カクタスでは、いろんなブロックチェーンの連携パターンに応じた、さまざまなビジネスロジックサンプルを提供しております。で特にこの中で、今回はこのカートレードのアプリケーションについて、動作の紹介を行います。でまずカートレードにおける車の所有権移転の流れを説明いたします。この図のように、まずイーサリアム通貨を利用したイーサリアムネットワークおよび、ファブリックのチェーンコードが乗っかった、車の所有権管理のチェーンコードが乗っかったファブリックネットワーク、こういった2つがある前提 で, こういその2つに対してカクタスがつながって、連携動作を行うというものになります。でステップ1としては、この回転のユーザーは、カクタスに対して、男の人がこの売り手の人なんですけど、この人の持っている車を、ちょっと一時的にレンタルしたい、この金額でレンタルしたいっていう、そういった、所有権の一時的な買い取りをリクエストします。でそうすると、ステップ2として、それを受けたカクタスが、インスタリアム上で、車の購入代金を、いきなりこの人に預けてしまうと、ちょっとパブリック側の取引でちょっと不備があったときにどうしようもなくなるんで、いきなり売り手に預けるんじゃなくて、一旦カクタス側で管理している預託口座というのに、移譲していたします。で、それをそのイベント検知したら、今度は、ステップ3として、ファブリック上で車の集金移転を行う。で、それが終わりましたら、またそのイベントをキャッチして、ステップ4としては、イーサリアム上で車の購入代金を、預託で預かったものを売手に渡すといった、こういった操作により、通貨の資産と物の所有権を同時に、安全に、移転するような、そういった、サンプルロジックとなっております。これが基本的な、ロジックなんですけども、結構カクタスにおいて、ビジネスロジックに関しては割と、結構に、自由自在というか、結構、細かくロジックをかなり設定できるんで、ちょっとその例もちょっとお見せしたいなって思って、ちょっと今回はそういった正常にうまくいくケースの他にも、ちょっと、すみません、もう一つのケースとして、こういった異常権の対処というのをちょっと説明したいと思います。具体的に言うと、例えば、インスタリアム上、例えばさっきと同じように、この人が、車の移転、購入、車の、所有権を移転、購入したいってリクエスト出すんですけど、で、インスタリアム上で、お金が予託されるんですけど、こちらの、ファブリック上で、いざ、所有権移転しようと思ったら、なんか実は車が壊れちゃってて、なんか所有権移転ができませんっていう、そういった、状況で、片方のブロックチェーン上で、正常に、こちら側の事情に何かしらちょっと取引ができなかった場合に、ちゃんとそういったイベントをキャッチした上で、イーサリアム上で車の購入代金を回転に返却させるといった、
そういったロジックになっていまして、このように、正常系の処理だけじゃなくて、異常系の処理も含めて、カクタス上でロジックの、編集ができる。結構、はい、いいものとなってかなり柔軟にできるので、そういったものになっています。では、ですね。では実際にこういったものがどのように動くかについて説明したい、実際にデモの実演で紹介したいと思います。この図のように、例えばカプタスに、いろんな、なんかブロックチェーンがつながって連携しているような図を表しているんですけど、このように多分日本円のステーブルコインのブロックチェーン、こちらがイーサリアムにできている。で、あとはファブ、アメリカのドルのステーブルコインのブロックチェーン、こちらはプライベートイーサリアム、こちらもさっきとは別のプライベートイーサリアムのチェーンでできている。で、さらに3個目としては、車の所有権管理ブロックチェーン、こちらはパブリックでできているとします。はい。で、こういった3種類の、ブロックチェーンがつながったという前提で、それぞれ、はい、車の購入処理を行いたいと思います。具体的にはケース1としては、5000円で、車の一時利用券を購入申請いたしまして、無事に何事もなく、ちゃんと買い取りができできた場合を見せたいと思います。で、もう一個といたしましては、500ドル、アメリカの500ドルで、車の利用券をちょっと購入して申請したんですけれども、ちょっとその、車の故障により、こちらの取引ができなかったんで、取引が中断される場合について、こちらを2つお見せいたしたいと考えています。ちなみに、この下の方が、ユーザーのウォレットになっていまして、こちらの方に、ユーザーの残高が書いてあります。じゃあ、実演をお見せしたいと思います。はい。で、今から、ケース1の正常系の実行から実演します。で、今、ユーザーの口座に5万円が入っているんですけれども、このうちの5000円を利用して、車の所有権を購入します。で、今、ちょうど始まったんですけど、先ほど紹介した4ステップに従って、予託と車の所有権の移転と、あとは、予託されたお金の返却ができ、はい。そういったこのステップが無事に実現されて、5000円減って、車の所有権が購入できましたというようになります。で次に、異常系の対処なんですけれども、今、ユーザーの、ちょっと一瞬減っちゃったんですけども、今、ユーザーの、ドルコインが5000ドル入っているんですけども、このうちの500ドルを利用して、車の所有権購入依頼しようとしますが、はい。車の購入権を、やろうとします。で、ただ、ファブリック上で、ちょっと正しく、取引ができなかったんで、無事に返金されて、お金が持ち逃げされることもなく無事に返金される。そういった、アプリケーションになります。で、注意点として、こちらの GUI の画面については、ちょっと今日の、会議というか、このミートアップに合わせて急遽、作ったものですので、この GUI に関してはまだ、カクタス上で公開されてはいないんですけれども、同等の機能を持っているこのコンソールバージョンに関しては、もうすでにカクタス上に公開されていて、動かす試すこともできます。はい、ので、基本、今のバージョン 0.4 であれば、この、ちょっとコンソール、文字で動くコンソールバージョンなんですけども、こちらでお試しいただければと思います。はい。で、はい。で、スライドに戻ります。で、このように、カートレードを含む3種類のサンプルアプリケーション、により、カクタスの動作テストが可能となります。で、じゃあ実際どうやってこのサンプルアプリケーションを実行するのかという話なんですけれども、こちらはカクタスのバージョン 0.4.1 のトップページ、こちらから、リンクされているチュートリアルに沿って、実行できます。具体的に言うとですね、こちら側のカートレードのトップページで、多分いろんなバージョンがあると思うんですけど、とりあえず、ここではこのバージョン 0.4.1 を使いますと、このバージョン 0.4.1 のトップページに、の中にちょっと、
ありますけども、この、ランザエグザンプルズってやつがありますので、まあ、この中に、今回紹介した、カートレードと、あとエレクトリキトレードと、あとはサプライチェーンアプリケーション、まあ、この3つがございますので、まあ例えば、カートレードの方を見ていただければ、まあ、こちらのような、形で、概要と、まあ、あとどういったソフトを用意するか、であとは、まあ、どういったコマンドを打っていくかみたいな感じで、まあ、書いてありますので、まあ、これを順々に実行していただければ、まあ、基本できるようになっています。はい。で、はい、他に関しても大体どういうような形で、まあ、はい、まあ、手順に書いてある通りに実行されていけば、基本はできるものになっております。はい。じゃあ、こういったものを実行していくとにあたって、まあ、じゃあマシンどんなのいるのって話はやっぱあると思うんですけど、まあ、基本、今回、サンプルアプリケーションにおいては、まあ、Linux の実機または仮想マシン、まあ、1台あれば、まあ、実行できますので、まあ、極論言うとですね、例えば、今、皆さん、このウェブセミナーを、まあ、なんか、多分ノートパソコンとかから、多分 Windows かな、まあ、多分何かしらの、まあ、Windows か Mac か何かしらの、パソコンで見られておられると思うんですけど、まあ、その中に、まあ、例えば Docker とかで、まあ、Linux の仮想マシンを入れていただいて、まあ、それで Cactus の GitHub からソースをダウンロードしていただく。まあ、これで基本実、実行可能となっております。で、まあ、あとは、まあ、一応、まあ、多分どっちかっていうと、エンジニア的にはむしろこっちの方が標準かなって思うんですけど、まあ、サーバーは Linux で、まあ、遠隔で用意した上で、まあ、パソコンではソースを始めた。まあ、当然こちらでも実行できます。はい。ので、まあ、多分そんなに、まあ、基本、まあ、特に新しいもの何か買うこともなく、まあ、普通にできますので、ぜひともお試しいただければと思います。で最後に、まとめと、今後の進め方について述べます。で、ハイタレジャカクタスは、まあ、多種多様なブロックチェーン接続、まあ、企業ネットワークの親和性を備えた、まあ、ビジネスサービス向けブロックチェーン統合基盤となっております。で、まあ、この中でバージョン 0.4 では、ファブリック、イーサリアム、ソートゥースなどの、6種類のブロックチェーン接続機能及び、まあ、車の所有権売買やで、デバイスの充電量に応じた決済機能などの、3種類のビジネスロジックサンプルを公開いたしました。で、今後の開発方針としていたしましては、ハイパーレジャーの全ブロックチェーンに対応すべく、まあ、バリデータサーバーの出力増強予定ですと。で、また、ブロックチェーンの連携パターンも増やした上で、まあ、SDK も提供予定。で、まあ、これらの実装を備えた上で、まあ、今年の夏から秋頃にバージョンをリリースキャンディエットを出したいと考えています。はい。で、最後、まあ、今日の開発者向けの、今日の参加者の方々向けのメッセージなんですけれども、まず第一としては、まあ、今回紹介させていただいたように、まあ、カクタスのバージョン 0.4 を用いて、まあ、ぜひともカクタスを使ってみてもらえると非常に嬉しいです。はい。まあ、先ほど申し上げた通り、マシンが1個何かあればできますし、まあ、あとは、まあ、我々のちょっと身の回りでも、まあ、実際、いろんな人に使ってもらい始めてるんですけども、まあ、経験豊富なエンジニアであれば、まあ、チュートリアルに沿って普通に実行できるもの。で、まあ、ちょっとここにはちょっとかなり、安全ケースを持って書いたんですけど、まあ、まあ、最短であれば大体、1時間足らずというか、まあ、数十分ぐらいできちゃったみたいな人もいますし、まあ、大体、まあ、長く見積もっても大体このぐらいできるかなと思います。で、もちろん、なんかもしサンプルアプリケーションが動かないとかいうのでございましたら、まあ、その時私などなど、私まで遠慮なくご相談いただければと思います。はい。で、第2のメッセージといたしましては、まあ、カクタスを用いたブロックチェーン連携のサービスの実証など、まあ、何か一緒に新しいことやりませんかという点にあります。はい。特に、まあ、私自身もこの2年間、まあ、このハイパーレジャーという場で、オープンソースコミュニティ活動を始めて非常に痛感していることとしては、本当に技術者一人ではもうどうにもならない途方に暮れたような巨大な、まあ、問題であったとしても、まあ、結構技術者同士、あるいはビジネスパーソンを集って、まあ、組織や分野を超えて、まあ、得意分野を持ち寄っていけば、まあ、様々な困難も乗り越えていけるということにございます。
ので、まあ、私、まあ、あのカクタスにおいてももっと今よりも協力にしたいと思っていまして、まあ、それに必要なのも当然エンジニアリングの能力も当然そうなんですけど、まあ、あとはあの皆様からいただくような例えばこのように使いたいとかそういったあのユースケースのご要望が結構鍵になってくるかなと考えていますので、まあ、そういった形、まあ、あの当然エンジニアでもいいんですけど、まあ、そういったまあ様々な形で、まあ、何かあのカクタスにご興味ある方は、まあ、あの私竹内までご連絡いただけると非常に幸いでございます。で、あの、まあ、私の連絡先としては、このような形で、メールおよびリンクトインがございますので、まあ、あのどちらでもいいし、まあ、両方でもいいんですけど、まあ、あのぜひともあのご連絡いただけると非常に嬉しいです。はい、でまたあの、まあ、カクタスにおいて私以外にも他種のたくさんの開発者がいらっしゃいますので、まあ、あのいろんな開発者とちょっとコミュニケーションを取りたいという場合でしたら、まあ、例えばこのような、GitHub やホワイトペーパー、こちらであの、まあ、最新のコードやホワイトペーパーなどの、状況を確認できます。でまたあのロケットチャットでは、開発者の方々、まあ、これ SNS なんで、にまあ、直接質問ができますと。でまあ、ちょっといきなり質問するのちょっとやっぱ気が引けるなっていう方に関してはまあメーリングリストでに入っていただいて、まあ、あの最新情報をウォッチしていただくといった入り方もあると思いますので、まあ、お好きな方法でぜひともウォッチいただければと思っています。で、まあ、もろもろあの、まあ、あの参加いただく方法はまあ私に連絡いただくか、まあ、こういったところから見ていくか、まあ、あると思いますし、本当にいろいろまあ、興味があれば全然何事もできる分野だと思いますので、まあ、ぜひともあの一緒にあのカクタス、まあ、およびハイパーレジャーを盛り上げていただけ、盛り上げられれば嬉しいなと思っております。はい。私のハッピーは以上です。ありがとうございました。竹内さん、ありがとうございました。質問が、非常にたくさん来てますので、ちょっとあの、サクサクと答えていければなと思うんですけども、はい、まず、一つですね、異常係数の動きを考えると、カクタスが状態を持っていそうな感じですが、合っていますでしょうかとありますけども。テキスト見ますね。はい、はい、そうですね。はい、今回はこのカートレードの例だったら、ビジネスロジックの中で3状態管理していますと、状態管理してて、1個目の、図で表すと、まあ、1個目の、このステップ2が終わったよっていう状態と、あとは、まあ、ステップ3が終わったよっていう状態と、あと、このステップ4が終わったよっていう、この3つの状態を管理しています。はい。で、まあ、このような状態で、まあまあ、当然今ちょっとアプリケーションなんで、まあ、当然ここはスポットになってしまう場合、まあまあ、あるかと思います。まあ、今回ヨタクっていう仕組みを使って、まあ、ある程度ちゃんとそこは回避しているんですけども、まあ、当然まあ、今後、まあ、今回、まあ、このバージョン 0.4 では結構この接続っていうか、まあ、いわゆる API、まあ、共通の API 仕様とか、そういった就職の部分に結構は的を当てて開発した部分もあったんですけども、まあ、そういった形で、まあ、やっぱりここ自身の、カクタス自身のセキュリティを確保していくとか、そういった方法についてはまた改めてあるかなと思いますので、まあ、ただ、基本、あまり、まあ、どこまでのセキュリティを、まあ、カクタスで管理して、あるいはどこまでビジネスロジックに任せるかっていう、そういったところの区分けは結構いろんな使い方の人によるかなって思っていますので、まあ、私自身、あんまりカクタス側では強制的な機能としては出せずに、まあ、選択式の機能としてやっていきたいなと思っています。はい、まあ、そこら辺はまた、まあ、ちょっといろいろ議論中のところもありますので、塊次第またそこはどんどん随機基礎していくので進めています。はい。はい、ありがとうございます。はい、じゃ続いていきます、カクタスと富士通の、コネクションチェーンとは何か技術的な関係はあるのでしょうかという点。はい、ですね、はい、こちらに関しては前回の、昨年の、講演で話させていただいたんですけれども、もともとですね、経緯としては富士通の、コネクションチェーンという、まあ、いう技術と、あとはアクセンチャーさんの、まあ、ブロックチェーンインテグレーションフレームワーク、まあ、この2つの技術、まあ、ブロックチェーンの、まあ、連携技術がもともとあって、でまあ、こういったものをベースに、なんか新しいプロジェクト作らないっていう、そういった形で、まあ、我々、富士通アクセンチャーで、まあ、うまくまとまったところがありますので、もともとの素材としては、そういったコネクションチェーンと、
そう、ブロックチェーンインテグレーションフレームワーク2つあったんですけど、それがうまくこうガッチャンコして今これに至っているという、そういった事情にあります。はい、なので、大体コネクションチェーンがまあ親で、こういうのカクタスがまあ大体子みたいな、大体そういった位置づけかなと思っています。はい。はい、もちろん。はい。じゃあ次いきます。イーサリアムとの連携以外で視野に入れているパブリックチェーンはありますかっていう点ですね。あ、はい。そうですね。視野に入れているというか、結構もう常にちょっと実装もあるんですけど、XDAI っていう、そういった通貨型のやつに関してもちょっと実装はありますもあったりとか、あとはいろいろ、やはりパブリックチェーンに関してもどんどんやっぱ需要あるかなって思っていますので、そこら辺の需要を見ながらどんどん作っていきたいなと考えています。はい。はい、で、追加の質問で、そのコスモスなどのインターオペラビリティを推進しているチェーンとの連携なども含めて、今、検討しているというイメージですか？そうですね、はい。ちょっとどんどんチェーンの種類について増やしていきたいと思っていますので、場合によってはこういったそのチェーン同士をまとめるチェーンに関しても、候補にはなってくるかなと思います。もちろん、さっき申し上げた通り、一応開発のロードマップがございますので、ある程度ちょっと、いきなり全部を対応するのはちょっと難しい部分があるんで、順々に着々に攻略ということになると思うんですけど、ゆくゆくはこういったものの一つの対象になっている可能性もあり得ます。はい。はい、ありがとうございます。で、もう次ですね。あまり詳しくないので理解が正しいのか自信がないのですがとありますけども、パブリック型のブロックチェーンのイーサリアムを使っていると、台帳にファイナリティがなく、最悪巻き戻りがこう発生する可能性があるのではないかと思ったのですが、この認識間違っていなければ対策などはどうされていますかと。そうです、はい、こちらがちょうどおっしゃった上で、これがある種今回の、アーキテクチャの一つなんですけども、今回こういったブロックチェーンの差分、例えばその取引確定再タイミングとか、ファイナリティの問題とかあるんですけども、そこをある程度その吸収するというか、そういった保証を与えてくれる機能として今回バリデータというのがございますので、そういった形でいろいろそういったその、ファイナリティが難しいやつに対しても、うまくつけていくような形でのアーキテクチャになっているので、そういった形で対策をした上で、順々にまた実装を進めていきたいと考えています。はい、はい、ありがとうございます。で、続きまして、複数の、ブロックチェーンプラットフォームにまたがるトランザクション処理、すべて成功またはすべて失敗のみ許すと、アイデンティティのマッピングはどうされていますか？ちょっとこの質問がちょっとわからないんですけど、アイデンティティだから、もしね、ちょっと回答が難しかったら、ちょっと飛ばして次に行って、最後にまた戻ってきてもいいかもしれません。はい、ちょっと難しいんですけど、ちょっと多分私なりに解釈すると、多分ブロックチェーン ABC ってやつがあったとして、A と B と C、それぞれ多分取引があって、ただそれを実行する主がいて、それがそれぞれ実行してる人って、というかそのログとちゃんとカクタスと結びついているかって話なんですけど、だと思うんですけど、一応ちゃんとカクタスの方ではちゃんとどのブロックチェーンでどういう取引が行われたかというか、先は順次にモニターして、カクタス側の方に記録している、カクタス側のロジックの方に記録しているということになりますので、一応そういったアイデンティティのマッピングについては取れていると思います。ちょっと私自身がちょっとこの、質問をちゃんと完全に理解できていないんですけど、一応そういった、回答になるかと思います。はい。はい、ありがとうございます。もし今ので十分な回答だったらいいんですけど、もし不足などありましたら、もう一回Q&A に投げていただければなと思います。はい。はい、で、次の質問、ちょっと行かせていただきます。ハイパーレッジャーイロハも、ぜひカクタス対応してほしいですと。どのような技術情報が必要ですかという点なんです。はい、ちょうど私も今ちょうどこれ欲しかったので、むしろリンクトインに連絡くださいというか、はい。はい。ちょうどやろうとした部分もあったので、はい、基本的に結構やっぱり私自身も結構いろいろブロックチェーン対応しようとして、いろいろやってるんですけども、やっぱり特定のブロックチェーンにめちゃくちゃ強い人が結構から情報いただけるといいなってあるので、ぜひともリンクと私のリンクとに連絡をくださいという回答になります。はい、はい、了解です。ありがとうございます。で、続きまして、カクタスサーバーがシングルポイントオブトラストに見えるのですが、そうではないでしょうか？運用で回避することを前提でしょうか？という質問なんですけど。はい、これもちょっと一番最初の説明、はい、
質問で回答したかと思うんですけど、基本は今ちょっと連携の方式をちょっと優先して、API の方、取引 API の方式優先してやっているところがあるんですけど、そこについても後々、例えばこういった、まあ、拡張プラグインとか、そういった選択肢プラグインとかに対応していく可能性もありますし、まあ、ちょっとそれについてはまた、BLP の進み気がありますので、まあ、いい対応をしていきたいと考えています。はい。はい、ありがとうございます。では、最後の質問ですね。まあ、カクタスを製品に使用した場合、料金が発生しますかという。まあ、これについては基本オープンソースなので発生 しないというか、まあ、はい。例えばファブリックを使った場合に料金が発生しますかという質問と同じになってくると思いますので、まあ、多分基本オープンソースに関しては、公開したものに関しては皆さん無料で使うのが多分大原則かなと思っていますので、まあ、発生しないというのが書いてないかと思います。はい。はい、ありがとうございました。非常にこうたくさん質問が来たんですけども、とっても迅速に回答いただきまして、ありがとうございました。あと、3、4分お時間ありますけれども、もしまだちょっと聞き足りないと、いう方がいらっしゃいましたら、1分ぐらいお待ちしますけども、いかがでしょうか。まあ、もしくはちょっと今すぐ思いつかないよって方に関しては、まあ、本当に私のリンクトインとかそういったところで、本当に気軽に質問投げてもらえれば対応できますので、まあ、ぜひともそういったと、まあ、ちょっと今すぐ思いつかないけど質問したいんだって人は、まあ、そういったところでうまく連絡してくれると非常に嬉しいです。はい。はい、了解です。では、そうですね。じゃあ今回、これで、一応質問は、打ち切りたいなというふうに思います。それではですね、本日の、ハイパーレッジャー東京ミートアップは本日これで、終了とさせていただきます。で、改めましてスピーカーの、ローを取ってくださいましたシタルさん、それから、佐藤さん、それから竹内さん、本日は、ありがとうございました。とっても充実したミートアップになったかと思います。で、またこのハイパーレッチャーミートアップ、これからも、そうですね、2ヶ月か3ヶ月に1回ぐらい、続けてやっていきたいと思いますので、ぜひ、次の案内をお待ちいただければなと思います。それではちょっとね、オンラインだとなかなか拍手がしづらいんですけども、今日、スピーチいただいたシタルさん、佐藤さん、それから竹内さんに、ぜひ盛大な拍手を、よろしくお願いいたします。ありがとうございました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 。で、それではね、本日は、ハイパーレッジャーミートアップ、これでお開きとさせていただきます。では皆さんありがとうございました。ぜひまた次回お会いしましょう。失礼いたします。